友達にも配れるでこれ、どうも根性さんです。はいはいはい、はい、今日なんですけど、はい、僕らね、あの昆虫ショップと業者さんのね、まあ、いわゆるその商品で飼育してるじゃないですか、はい、飼育、まあ、産卵したりとか。でもね、あの初心者の方ってあの何を買っていいかわからないっていうね、でホームセンターの品物で産卵セットを組んで産卵するのかっていうのをね、あの僕ら今あの前回の動画で撮ったんですよね、はい、はい、それはね一応産卵セット幼虫入れてるんですよ。でこれね割り出ししていきたいと思ってるんで、うん、全部の商品がホームセンターで揃えた商品、うん、初めてやる方も買いやすいと思う、うん、はい、で産卵もねうまく成功してるはずなんで、はい、まあ、こちらの方ね、はい、あの皆さんと一緒に見ていきたいと思いますんでよろしくお願いします。おい西ちゃん、はい、はい、開けますよ。はい、これあのねホームセンターの、はい、結果っすね、結果っすね、産卵セット、もうメスは取り出します。はい、おお、ちょっとあれですね乾燥してますね、乾燥しまくってんなこれ大きすぎだな。ひっくり返しますよ。はい、ドン、結構出ますね。おー、産んでるね。おるおる、結構産んで、うん、このマットでも十分ですね。ねえ、これだってあれやで、成虫管理、産卵、うん、幼虫飼育に使えるマットっすよこれ万能っすね、万能マットっすよ。っていうか爆散やなこれ、もう今見えてるだけで10ぐらいいますもん。ここじゃんじゃん、すごいな、めちゃめちゃ乾燥してんな上が、割れば割るほどおるでほら、うんうん、このホームセンターのね商品だけで、まあ、十分産んでますね、産んでるしね、逆にこのマットの方がええんちゃうん、上の方は乾燥して、うん、あれですけど中はね下の方はねめっちゃいいマット、うん、って感じ、育ってるってことでしょこれね、このマットで育つから、うん、どんどん出てくるんだよ、30、40ぐらいいけますね、うん、うん、おうおう、ほらめっちゃおるやん、めっちゃ産んでんで今で10、いやなんかちょっとこれ使ったことなかったから、うん、このマットも、まあ、ちょっとどうなんやろってなったけど、見れますね実験結果成功、うん、でもあのコメントでもこのマット使ってますっていう人、うん、コメントくれてましたね、うん、やるやん、コーナー商品やるやんこのマットでも幼虫が育つっていうマットなんだね、うん、あ、卵や、え卵っすね、はい、卵もあるわ、今日なんか静かやなと思ったら、ね、サンゴさん一言一言も喋って、今日は何気づかなかったな、んで洗濯しますよ、それで映らへんとかないから、いや野球で言うたら、うん、ユニフォーム忘れたようなもん、いやこれでもあの確認してもらわないと、マジで結構思うぞこれ、今まで16、16、はい、幼虫16、幼虫16の卵が2、うん、いますね、ここもだってほら、うん、1、2、3、4、5、6見えてるいかつで、ここに1落ちてるからね3出てきたこの辺にちっちゃいのいましたね、めっちゃおんなマジで、たくさんや、このマットめっちゃいいんじゃん、うん、このマットの名前全然覚えてないから何マットか分かんないコーナーオリジナルやったっけな、いや違うんじゃん、出てきたんだまた、コーナーのオリジナルではなかったんじゃん、卵をもう孵化仕掛けてるやつや、うん、ありましたよ、はい、どこさん、ビッグホーン、えビッグホーン株式会社ミク、プレミアムタイプ、プレミアムやから産んでるんや、うん、さあ、うん、そろそろ終わりですかね、
幼稚26円卵3、あと1個で30円イエイ、30いきますねこれ、うん、卵おー、はい、30いきましたね、卵ですね、おー、おったでかい、ここに戻る28卵が2個出てきましたね、産んでますね、たくさん卵出てきた、うまや、転がってきた、卵出てきた、卵出てきた、幼虫出てきた、これワンセットでね、あこんだけここにも、もう産んでるやんか、産んでます、ね、割おるやん、もうどんな感じや卵ね、あ、お着替えてきた、着替えてきた、ユニフォームこれ、在庫在庫てかさ、あんま変わらんやん、着とったやつメーカーが入ったえ、じゃないですか、メーカーが入ったの俺の出番じゃん、もう出番っすね、急に賑やかなったな、ちょっと待ってや、あ、で、またついちゃいましたね、あ、これ頭出てんちゃいます、めっちゃおんで、これ40ぐらいおるんちゃう、マジでうじゃうじゃ、これでも、こうなんで揃えてこんだけ産んでくれたら、うん、十分ですね、十分ですよね、これ友達にも配れるで、これ、うん、小学校とかのね、落ちにくいしな、そうそう、うん、さあ、最後、火災しますね、はいはい、してもらいましょう、でも、プロがやらんとな、プロがうん、気がないかっ怖えな、何ぞの気取った感じ今何日ないなっておらんな早っプロになるとな、うん、見やんでもわかんない、そういうことやんか、そういうことやんか、書いてますもんね、卵をたくさん産ませる、産ませる、うん、ポイント1、はい、でポイント2です、幼虫をすくすく大きく育てる、うん大きく育てましたね、ステップ2、はい、ポイント2ね、はい、でポイント3、成虫を元気に飼育するあすごいなこのマット、産卵飼育に、幼虫飼育に、育成に、成虫飼育に、栄養豊富、自然に近い環境です、なるほどね、プレミアム、うん、あもう書いてるもん、ここはほら外国国産オクワガタね、うんうん、ねこれ外国国産キラタクワガタ、うん、ね、その他ノコギリクワガタ、はい、ミヤマクワガタ、虹色クワガタまで、ね、これ幅広くご使用いただけます、すごいなこれ、これからこれにしようかなえ、だってこれ1個で全部可能やね、うん、だって、うん、ダブル取りや、ダブル取り、右手で出てきました、すごいね、このマットでもあれやな、すぐ乾くな、うん、乾きやすい、ちょっと産卵一番に近いから、うん、でも産卵一番よりはちょっと荒い、多分初心者の人たち産卵一番とか知らんもんね、うん、これででも親声とかしたらもうほんまにこれでいい、幼虫がなでかかって、うん、今からこれで幼虫飼育ですもんね、そうですね、実はおじさんらも気づいてしまったんじゃん、はい、以上ですか、以上、はい、何度取るだろう、幼虫32、はい、卵11、計43、やるな、結構産んでるよね、よう産んでる部類ですね、初めて使ったマットね、はい、だから次はこの幼虫を一頭ずつね、はい、管理しないとダメなんですね、また取った卵、卵ですね、1頭ずつ管理しないとダメなんで、はい、まあ、それはねまたあのボトルっていうのがある、はい、禁止瓶、禁止瓶、まあ、このマットでも全然いいんで、はい、うん、これで管理してもらえるか、おじさんたちもちょっとこれで何頭か幼虫で育てましょう、はい、どれぐらい大きくなるんかね、はい、はい、まあ、あのチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします、お願いします。